勝てば賞金10万円、絶対に負けられないモンスター、この超絶ハイレベル足猿ダンジョンに挑むのは今回はあの男だ。果たして誰にこの足猿ダンジョンを制覇することができるのか。足猿ダンジョン開幕。なわけ皆さん大学アスレシーチンゴー、今回なんと、はい、あの久しぶりの大型企画、はい、足猿ダンジョン。誰だ今回は。今日は特別編としまして、はい、あの弾丸くんにケツシュートするというダンジョンです。ダンジョンするからとは敵がいないとできない。そう、当たり前よそれ、はい、うん、来てもらいましょうか。はい、はい、本日のゲストはこちらの方です。来ました、ワッチャイちゃんです。足猿ダンジョンってあるんですけどね、はいはい、これ僕たち勝ち越したら賞金10万円、まあ、ワッキャイさんにとっては小銭かもしれませんね。そんな、そうだよね、はい、正直行きの満員電車でだいぶ体力使っちゃったんでないです。ちなみにですね、ランガン君、はい、ミドルシュート対決、はい、ロブ君ボレー対決、タニャ PK 対決、翼君キーパー1対決、はい、最初何がいいですか。最初じゃあ1対1で。おお、マジか、1対1いく、それ怖いからでしょ。怖いか ら, 怖いから最初に死にたくない、徐々に鳴らしていきたい。それではシュート。ここでモンスターの紹介だ。キーパー1対1対決は翼、 PK 対決はカーカー、ボレー対決はノブ、ミドルシュート対決は弾丸君だ。競技の順番はチャレンジャーが決定する。チャレンジャーは2勝することで賞金10万円を獲得することができる。果たしてこの最強モンスターに勝利することができるのか。チャレンジャー、あのリベンジャーズのキーパーとしての実力を持ち、 R1 制覇を目指す不動不屈のピン芸、ワッキャーモンスター召喚。彼の股抜きを攻略したキーパーは未だかつていない。元祖ドサンコベーシックスパーサー。キーパー1対1のルールを再来しよう。チャレンジャーワッキャーはキーパーとして参戦する。6本中3失点すると敗北となる。このヌルヌルドリブルを止めることができるか。3、2、1、キック。キーパーがどういう駆け引きしてくるかちょっと見ます。最初はまあまあまあ見ててください。ダーいけいけ、ダーいけいけ、やーマジで横にボールずらすのにキーパーは強いから、その時にパワーパス、うん、なるほどね。あー決めろ、いやーナイスキーパー、ナイスキーパー、危ねー、そう足が出た。次ね、股抜きします。おお得意やもんね。もう一回また行ったらね、本当に心折れちゃう。いやそうだね、そうだね。で次の対戦にも影響出る。確かにね、すごい行こうか。メンタル折れになります。よ、うん、あ決めたら勝ちか。あ決めたら勝ちか。はい、ということで、スマブル勝利。よし、よし、 F ゲームのチケット購入は早い者勝ち。みんな、急げー。モンスター、召喚。左足を生贄にする悪魔の契約を結んだ男。 F ゲームで
その弾丸シュートを見ることができるのか。弾丸くん、ミドルシュート対決のルールをおさらいしよう。チャレンジャーワッキャーはキーパーとして挑戦する。8本中3失点したら敗北となる。果たしてチャレンジャーはこの弾丸ミドルをストップすることができるのか。3 2 1、キック。1本目、まず俺のシュート力を見せます、ワッキャイさん。無回転無回転反応された。いけ、ザーヒーと GT の間に知らん間に新しい関節できたみたいな、はい、マジかやばいよ。え、だってあと6本で3秒、6本で3秒。ちょっとコース狙った方がいいんじゃない、スピードよりも。そ分かってんだよ、スピードよりもコースなんだよ、それ分かってんだよ。難しいんだよ、この強さとさ、うん、ちゃんとやろうや。やってるわ、うん、やばいよマジで。いきます、何球目、いけ。え、なんなん、お前らさ、うん、応援してる。いやもう、なんかムカつく。いやいやいや、いきます、4本目。いやいやいいシュート若い君、はい、あと1点でこの勝利です。はい、止めれますか。まあ、この感じどうでしょうね。え？今回インフロントで蹴ってみようと思ったら失敗しました。帰れ！え？ちょっと失敗しろ。え？嫌だ本当に。ちょっと待って、嫌だ本当に。え？僕はね、どっち先でしょ？え？分かるでしょ？え？カニャ。待って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 。カニャか。カニャがやりました。やったことない、まだ。カニャ。カニャのヘです。やばいよ、やばいよ。ゾウヤさん、いきます。はい、ファイト。うわー、うわー、え、ブレてたけど、ボールは。でも、こう。え、やる気あんの。いや、お前らさ、うざいんだよ、さっきから。いきます、まずピンチを打ってる。いきます。え、やばいぞ、やばいぞ、ガチやばい。ラスイチやろ。やばいぞ、頑張れ頑張れ。ここ負けたらパセリやめます。パセリやめる、全然やめれるけど。それやばい、これはまずやばい。何がやばいぞ、負けないよ。はい、いきます、さあ、いくぜ。マッキャイさん勝利。やばいよこれ。じゃあ次、はい、どれいきますか。まあノブくんでしょ。おお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 お。親友のバモスが弾丸くんの悪口を言うことにハマっているアホキャプテン、ノブくん。俺シュート対決のルールをおさらいしよう。8本中3失点するとチャレンジャーは敗北となる。果たしてこの超絶ボレーをワッキャイは止めることができるのか。3 2 1、キック。すいません、ちょっとお願いがあるんです。はい、このダンジョン、もし僕たちが勝ったら、僕たち1月14日日曜日に F ゲームっていう試合があるんですけど、ちょっとそれを勝ったら
ワッキャイさんの方で宣伝してもらえないですか。あ、もういいですよ。あ、いいんですか。負けたらの話ですよね。あ、そうそう、僕が、はい、ワッキャイさんが負けたら、いや、分かりました。じゃあ1本目スタート。はい、ちょ、ダイブ、ヒョン、うわー、ちょ、ダイブ、ヒョン、うわー、よっしゃー、ダイブ、アウェー、快速だと思って、うん、見送っちゃいます。確定しか電車のね。はい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 。あれ。あれ。連続。ボールがいい。ちょっと待って、なんなんなん。なんつった。ボールがいい。いやワッキャイさんさ、お笑い芸人なの。おならで笑う人じゃないと思ったら笑ってたでしょ。ワッキャイに勝っちゃいます。3本目、はい、よっきめー、よっきめー、はい、今いったん、いったん、いったん止めた、いったん止めたの今の真ん中だった、真ん中だったね、いったんね、意外に難しいからね、真ん中って4目、わー、いいシュートだったけど、やばい、ちょっと焦んないとあかんで、もう5、え、次4本目、次5本目、次5でしょ、今4、やばい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 、あと4球しかないから、結構ボレーってこれ難しいんですよ、普通に5目、はい、ある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 あ、最後の8本目に決めたいんですよ、最後に決めたい、カッコつけんな、ちょっと待って、ええ、きつくね、結構この紫髪女、え、そのままあれちゃん、打つ前のおならでいい感じに抜けたんじゃん、聞こえました、ブリ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 で、次の対戦相手はお願いします、カニャ、おー、カニマモス、カニマモス、こんな女たらしい、なんでこんな選んだの、おかしいでしょ、モンスター召喚、メンバーのおならを聞きすぎてもう誰のか分かるようになってきた、おてんば娘カーニャー、 PK 対決のルールをおさらいしよう、5本中4失点したらチャレンジャーの敗北、果たしてチャレンジャーはこのシュートを止めることができるのか、3 2 1、めっちゃ緊張するがん、 PK のコツは普段からお母さんのお手伝いとかをすること、徳を積んで、え、タニアはこういう時なんか駆け引きとかするの、駆け引きって何ですか、駆け引き知らんの、駆け引き知らんの、え、何やねん、来るよとか、左来るよとかさ、なんか目線をこう、あ、そんなしないです、騙し合い、騙し合いみたいな、駆け引き、ね、ないないない、じゃあ頼みますよ、はい、1本目ピッ、いやあ！絶対負けねえ。強いね、シュート。シュート強。うわあ、ちょっとね、ワッキャイさん、この一本目で掴んできてる顔してるよ。うわあ、すごい。自信は？あります。PK 外したことないんで、今シーズンとか。お、そうなんだ。はい。ちょっと、ちょっと待ってた、待ってた、決めます、3本目ピッ、でも読んできたね、まだ、いや読まれてる、これは駆け引きしないとダメなんじゃない、駆け引きどんな感じですか、
例えば、これは、ちょっとこっち来て、例えば、あっち行けるよって時にこうやってバーンって当てたりとかして、これ駆け引きっていうか駆け引き決めたら勝負。うわー、でかっ。これ決めたら勝ちよ。決めたら勝ちです。緊張する。じゃあ、よーぴよーぴっ。頼む、めっちゃ頼む。やった勝利勝利逆ついた。駆け引きでやられた。駆け引き、駆け引きされた。思わせぶりの女です。うわ右だと思わされた。無理やな。はい、ということで、はい、今回アスラダンジョン特別編ということで、はい、PS バッキアイさん、この勝負はアスラダンジョンの勝利です。1月14日日曜日、はい、アスラダンジョンの初ガチ公式試合ね、エスボルトアリーナ八王子で行われるんですけども、はいはい、こちら宣伝いただけますでしょうか。もちろんです。お願いします。じゃあバッキアイさんのインスタ、インスタで、はい、ストーリーの方で言います。ありがとうございます。じゃあもしこれ今視聴者ね見てくださってる方、わっかいさんのインスタねフォローしてね、そのストーリー見てください。え、で会場には来ないか。会場には来ない。会場にも行きます。ただまあ当日までねちょっと予定もあるんでね、うん、どうなるかわかんないですけど、うん、一応予定では来てくれる予定になっております。いや、ありがとうございます。わっかいさん会えるんやから。そうということでね、はい、今回わっかいさんコラボでした。今年もあと少し。みんな F ゲームのチケットは手に入ったかな。まだの方は概要欄から。1月14日エスコルトアリーナ八王子でお会いしましょう。